木曜新美術館マドグロスポ TV、 私ナビゲーターのアバターヒデです。今回もよろしくお願いします。ジ・アーティストのコーナーです。今回のアーティストはアニメーション作家児玉哲郎さんです。私はもうずっと前からデジスタの頃から、児玉さんの作品をかなり見ております。この児玉さんの作品はなんともですね、これまでにないテイスト、これが魅力のアニメーション作家です。まずはこちらの映像からご覧ください。哲郎さんの作品面白いですよね。なんともですね、これ日本人が作ったアニメーションといえばなんと無国籍なテイストを感じる作品なんですね。非常に日本のアニメーション界にとっても、なんとも珍しい存在だと言えると思います。これからの児玉さんの作品の展開、とっても私も楽しみにしています。頑張ってくださいね児玉さん。